秋に推薦で受かったら年明けに頑張れない今日取り上げるのは名古屋の名城大学です。名城大学では11月に公募生推薦入試をやっています。この公募生推薦入試の大きな特徴は特定の学部に限り併願が可能であることです。法、外国語、情報校、理工、農学部だけが併願可能なんですね、まあ。つまり他の大学を受けても良いと。 表定平均の要求は一切ありません。そして、大学自身が自ら合格を勝ち取れば、一般選抜への備えにもなりますと PR してますので、この秋の公募制推薦で合格っていうカードを持ったまま、年明けに共通テストを受けて、国公立大学であったり、上位の私立大学の受験に挑戦ができる。他の大学を受ける前に、まあ、この、 安心、安全なカードとして、名城代合格というカードを手に入れることができる。まあもちろん、年明けに名城代を受けることも可能なんですが、まあ受かっちゃった人が受けることはないでしょう。なんとびっくり。締め切りは3月25日です。えー、国立大学の後期日程の合格発表まで、えー、入学手続きをしなくてよい。これ入学金を払うのかなとにかく3月25日まで待ってるんで、国立大学、公立大学の 後期日程に受かっちゃった人が、まあ、脱落してもよいと。それがあかんかった人は3月25日からでも名城大学は入れてあげますよということで、特に利用が多そうなのはやっぱり理工学部でしょうね。理工学部、えー、たくさん学科ありますが、この公募制推薦で352名も募集しております、えー。入試の科目なんですが、まあ、理工系の学部なんで、英語数学理科です。これに加えて小論文面接調査書なんですが、 まあ基本は A、数、理の学力がちゃんとあるかどうかが重要なんでしょうね。とはいえ小論文600字書かせますから結構しっかりしたものを作らないといけない。で、問題は面接です。もうこれはもっと上の大学を受ける人が併願で受ける入試って大学側も受験生側も分かってるにもかかわらず面接があるんですよ。この面接でですね、企学が第一志望ですっていうふうに白々しく言うんでしょうかと。もう大学もそれ求めてませんよね。ということで、 今時の滑り止めの大学っていうのは、もう親世代の頃と全然違うんですね。まあ親世代だと、例えば、まあ、センター試験を受けて、2月の頭に、例えば、早稲田大学を受けて、で、2月25日から東大を受けて、滑って早稲田入ると。あるいは、まあ、もう今はないんですけど、東大だって後期に行ってあったとかですね。みたいな感じで。 大学入試イコール年明け勝負だったんですね、まあ。とにかく年末年始頑張って、センター試験共通テスト頑張って、寒い時期に1月2月に入試頑張って、人によっちゃは3月頑張って、今は違います。とにかく年内で決めたい。でそんな時には、今回のこの名城大学のように、年内に学力で合格カードを取っておいて、より上位大学に挑戦する。 今回の名城大学の場合も、まず文系、法と外国語だけ平眼かということで、まあ法学部っていうと、名城より上ですから、愛知県の場合、名古屋大、南山、愛知大あたりを設定してるんでしょうか。外国語学部の場合は、名古屋市立大の人文社会とか、愛知県立大とか、まあ南山、愛知、名古屋外大、どうかなみたいな感じなのかなと。で、理系ですね。情報工学、理工学、農学、 えー、名古屋、愛知県の受験生の場合は、えー、名古屋大学や名工大が無理だという場合、えー、全国へ散っていくわけですね。富山大、富山県立大、下手すりゃ、北見工業大、室蘭工業大、秋田県立大まで散っていきます。で、この人たちが、まあその、自分が室蘭行くか、富山行くか分からないんで、やっぱり名城大学合格カードを秋のうちに取っておくっていうのは、当然安全ですから、まあやるでしょうね。ということで、この入試の主力はやっぱり理系学部じゃないかと。 情報校、理工、農学部が全国の国公立大学を目指す傾向が非常に強い愛知県東海地区の、まあ、進学校から中堅高校の、えー、生徒が、年内に名城大の理工には受かってるっていう安心感を得るために、まあ、この受験、みんな受けるんじゃないのかなという気がしなくもありません。で、愛知県のある高校で聞いたのは、年内の推薦で名城に受かっちゃうと満足して入試が終わってしまう。わかるだって、 まあ名古屋大学や名古屋工業大学や岐阜大学、三重大あたり目指してるならともかく、その辺りにもう引っかからないんで、秋田県立とか北見工業とかに最終的に到達することになる生徒、偏差値50代高校の生徒とかが、名城の理工受かったらもういいじゃんっていう、親もそう思う。なんで鳥取大工学部行かなきゃいけないのというのが、さすがの愛知県でも広がってきてる。東京、関西じゃそんな遠い県行くってことはほぼありえないですね。そういうい時に いよいよ愛知県でも、まあ名城の利口、そうですね。関西で言えば近代利口。東京の人で言えば、正直もうマーチとか東京4利口とか、理科大とは言わないけど芝浦ぐらいの扱いですね。なので、もう十分名城の利口いいじゃんと。トヨタ本体とは言わないにしても、名古屋を代表するメーカー入れるしよっぽど。っていうか家から離れたくない。生活費も出したくない。たとえ国立であっても宮崎大学とか行きたくないということで、 名城の理工は安泰でございます。これは受験で絶対安泰というだけじゃなくて、まあ就職も愛知県はバッチリ。中京大学や南山大学も工学作りましたけど、やっぱり学科の数が少ないし、卒業生も少ないし、名城の理工だけが黄金の勇者として君臨しておりまして、王者なんですよ。名城の理工は名古屋の王者です。はい。この私立大学のですね、理系、理工、ノーと揃えてる。まあ近畿大みたいな感じですけど、でそれと、今回これを調べるにあたって、 名城大学の募集要項を一生懸命僕も読んだんですけど、はっきり言ってもう、年明けの複雑な一般選抜の入試、はっきり言ってもう、めんどくさい。なんとか方式、A 方式、S 方式みたいなね、共通テストと平眼方式みたいなのが、う,うじゃうじゃあって、何年か前まで東京の私立大学もそうですけど、例えば、1学部出願したら10学部ぐらい受けられるとか、 全学統一入試と普通の一般選抜を受けるみたいな、一般選抜をたくさん受ける。これによって見た目の志願者数を稼ぐみたいなのは、まだこれにとらわれている私立大学も多いですが、私がまあ高校を回ってて感じるのは、とにかくもう受かるか受かんないかわかんない、年明けの一般選抜を複数回受験したくないんです。で、まして受験生の親だって10回受験して35万も払いたくないんで、まあ大学側も分かってて、 1>, 1回の出願で4回入試受けたことになるよとか、1回のお金で3回受けられるとかやってるんですけど、もうそういう問題じゃなくて、年内に決めたいんです。年内に1校だけ決めたいんです。それが、名古屋ではブランドも高い名城の履行だったら、もう十分なんですよ。というわけで、僕自身がこの名古屋の中堅受験生の立場で考えたときに、名城の履行の年内推薦さえ、平願で合格しておけば、もう、 年明けの一般選抜で A 方式、S 方式、共通テスト方式みたいなので、名城大の一般を受けまくりたくない、心から受験したくない、もう秋の推薦でさっさと安心カードを手に入れておいて、年明けに、まあ、一応、進学校として共通テスト頑張って、その点数で、まあ、富山大工学部とか行けるんだったら行くんでしょうね。うーん、福井大工学部でも行くでしょうね。どこから行かなくなるか。うーん。 秋田県立行かかなないいもしれないあとまあ東北ですね岩手県立。岩手県立大ソフトウェア情報とか、岩手大理工学部ならいけるぞっていくら先生に言われても、いやもう年内に名城の理工受かってるし、学校に言われて、後期日程まで頑張るけど、本音ではもう名城の理工入る気なんですよ。で、高校側も、国公立大学何名合格さえ言えれば、まあ、要は岩手県立大に合格さえしてくれれば、入学は名城の理工でも許すと思うんですよね。 という感じで、この名城の履行の年内推薦って、めちゃくちゃ良いシステムで、大変ありがたい。まあ、名古屋で狙ってるなんて人は受けないと思いますけど、あの、中堅学力層の一般離れを加速させている。しかし、これは消費者のニーズである。というふうに感じました。なので、まあ、今までの名古屋ではね、あんまりそういう感じじゃなかったんですけど、これからは、 秋の公募生推薦で名城大の理工にとりあえず受かっとくみたいな人は増えるんじゃないかな。これは人気の出る受験になるんじゃないのかな。高校側が許せば。まあ、その上で、年明けに全国の国公立なんかに挑戦してもいいんじゃないかな。ただ、問題はその、地方の中でも下位国公立に行くぐらいだったら、もう名城の理工でいいよなっていうのは強まっていくだろうなというわけで、私の YouTube なんですが、いまいち、 えー、再生数おかげさまで多いんですが登録してくれる方は限られてますので是非とも登録をお願いします。